ですか、内科ですか、外科ですか、それとも武道館ですか。いや武道館って何ですか。あ、なんか雑誌かなんかあったらお願いします。はい、すみません。はい、はい、エロ本です。エロ本かいな、辛いな。チンパンジー、チンパンジー、ゴリラ、違う、サル、順番むちゃくちゃやな、お前。ボンジュール、窓マジエル、かきマジエル。そんなことしとってこれ、ええかげんなことするな、アホって言えないもんですね。この世で一番強い武器が分かったよ、はい、この世で一番強い武器が分かった。もう覗かないでって言ったじゃんと言ったそうな。キモ、寝てほしいって言ってんねやんか。おい、なんでもう一人入ってくん。ちょっと怖い怖い怖い、おいおいおい、仲良ならねえで、お前ら。私が作ったネタで稼いだ金で彼の子供は惜しみ惜しみミルク飲んでる、まあまあ、どうかお前の子供が喋る第一声はパパでもなくママでもなく村本さんミルクごちそうさまです、ありますように。いや、言うわけない。おい、ガッ、大丈夫か、ガッ、おい、あー、おい、ガッ、ピュー、ガッ、おい、ガッ、ピュー。おお、いや、そんなことない、別に。おお、眠たい。眠たいんかい。一つ一つを丁寧に気持ちを込めて作るのさ。I love 新宿。あ、嬉しい、新宿も好き。 I love 新宿ルミネーター吉本。上等だよ。何出してんだよ。いや、数の問題じゃないから。どうなる。あ、いや、そりゃそうなるだろ。うん、私どっちに進んだらいいですか。あ、教えますよ。はいはい、いいですよ、うん、アパレル店員かパイロットか。知らんわお前。いまいち印象に残らない芸人という回ね、その回でですね、はい、彼リーダーを務めたんですよ。いいのか悪いのかね。そう、水平リーペーペペッペペッペッペッ。何してんすか。結婚認めてくださいよ、ビビンバさん。ビビンバさんってなんだお前。お父さんだよ。お父バンジャンさん。お父バンジャンってなんだよお前。そんなピリからしないでしょ。ピリピリならもういいから帰れよ。もう何何これもういいや。意外と生で見たらね、可愛いねってお声もね、私結構いただくんですよ、はい、うん、グルメとかそれ食べるの好きなんで。あ、いいね、ご飯食べるやつね。おしゃべりクッキングとか、よう見れんなお前ね、ここ。あ、さっきリチリチリチ、お、来い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 、イエーイ、来やんなよ。次の席替えでお前の席を、太陽の日光の反射とかで全然黒板の字が見えないこの席にしてやるんだ。誰に習ったか知らんけど、みんな冷蔵庫で冷やしてるらしいねんな。シップやないか。ちょっとでも聞いてるように思いたいという気持ちが、人にわざわざシップを冷やさせるの。あれはただ50歳になると分かるね。何、時は戻らん。戻らん。でもお前のツッコミにこう怯えてる俺のがチキンですけどね。ウィン、何が始まんねん。こないだ男と二人で飲みに行った時、まだ夜の8時なのに終電大丈夫って心配されたわ。これは困りけり。もじ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 。ほな聞くけどね、お前のうどんのことなんて言うてんの。うどん、うどん、うどんやないかそれ。アホやる、トゥルトゥルって言うてる。子供かお前。ようこそ、安倍浩二と言いまして、初めての方もそうでない方もいらっしゃると思うんですけど、楽しい時間にできたらいいかななんて思ってるタイプです。皆さんこんにちは、しっくりこないニュースの時間です。私キャスターの朝ごえごえです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ほほ、あ、こんにちは。出たほら、僕おじさん。おじさんだったね。私ね、能力者なんだ。壊れたものや生き物を直すことができるの。ケント君も能力者なんでしょ。おいおい、あい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 。はじめまして。ですよね。ヒロミじゃないよ、だって天心はーあんかけちゃーはー。いざ勝負決めようぜ。いざ勝負決めなきゃ。そらそろそろな、体力も限界を持ち上げて。大きな寸胴運んでんのかお前は。おい、大きい声出されへんねん、ご時世的に。お前が大きい声出すしかないんじゃバカだね。予定のかお前。予定はシラフでこんなことができるタイプです。インターネットにですね、誰が作ったかわかんないですけど、内間の家の生き方っていうサイトがありました。安心してください。入ってますよ。
友達とカラオケ行ってたの。またユアソング？エルトンジョンじゃねえよ。よく泣かないでいてますよね、本当に強いお子さんですよ、本当に丸飲みにしてやる。なんでそんな怖いこと言うの。大体10分ぐらいねやれって ね、 時間ね言われてるんですけども、皆さんのね雰囲気で僕はサービスですよ。2分で帰りますね。なるほど、こっちは妊婦。いやでもこの方足怪我してるんですよ。こっちは怪我してる、私は太ってる。一緒ちゃいますよ。はい、はい、令和ロマンと申しましてですね、です、令和生まれの漫才師で頑張ってますので。赤ちゃんになっちゃうんで、ね、やめてください、せーの、よいしょ、はい、よいしょ、拍手お願いします。もうやめてやめてやめて。この電話の村上さんの声編集してもらったんですか。そうだよ。うわ震えてます。どうもこんにちは、よろしくお願いします。キリンです、よろしくお願いします。ありがとうございます。どんだけジャイコやねん。ジャイコやん。ジャイコちゃん。俺ジャイコちゃん。ジャイコや。俺はサザエさんや。どこがサザエさんやねん。ブドウは冷蔵庫こう開けてもこうや。なっとるなお前。生肉の横でブドウがなっとるな。あのトットです。はいはい、トットですね。桑原って言います。僕はタダと言いましてです ね、 覚えてください。そうですね、おーい8月くんな9月大好き。似てるけどそのギャグ知らんわ。何言ってるんですか。出ました、トット。それあの熊谷38度の映像やそれ。子供があの噴水でこうあれやってるやつや。子供が噴水ですーたっけーたっけおもちゃじゃないか。あっちんちんあっちんのファイヤーファイヤーあっちんちんあっちんちんのファイヤーファイヤー。手の位置を変えてアザラシ見えないようにしろ。じゃあこういう感じ。クリオネじゃねえか。結果叩くじゃねえか。やっぱり泥酔確定。慰安旅行50代男性6名様と相部屋でもよろしいでしょうか。聞いてました。一回出ててください。カメラマンも出ててください。おいそこ気をつけろ。ほらおいおい壊しに来てるだろお前ら。おっとそれをうなぎってことで。そうこうしてる間にキックオフしてますね。あ秒で決まった。バツイチアフェイヤミイでは銀じます。うお入ってきた。びっくりした。お母ちゃん冬はなんで寒い。暑かったら夏と間違うかなって混んでしまいですかね。彼ね性別は男性なんですけど、うん、僕はね、年をね重ねるごとにね、もうおばさん化してるんですよ。お前やろそれ。痛くなったらすぐセイエス。セイエスだよお前。セイエスってなんかモジるなお前。あいつ覚えてる。誰あのねお前んちの兄貴の弟でさ、うん俺だよそれ。冷麺一つ温めますか。温めますか。冷麺なのに。冷麺なのに。じゃあ頼むなよ。じゃあ頼むなよ。いらっちゃいまいらっちゃいまチェーなんてやれタクシー。あ寝た。上ネクタイで下短パン履いとるぞ。お前誰やの。俺やで。いや分かれへん。あーいとい。やってみろ。青の初めても自己紹介してほら、はい、な、はい、三平です。何やってんねんめっちゃ笑ってるやん。ここで笛を渡さなあかんのに笛を忘れてもうたからここにあったタッパーをとりあえず渡したこの後大変なことをするとりあえずそれでカフェをお願いしますわ。